こんにちは、渡辺隆介です。デビューアルバム、ブルーソル発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それからスカイプを使ったレッスンもやっておりますので、スマホやパソコンをお持ちの方は自宅にいながらレッスンを受けることができます。興味ある方は下の概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをご確認ください。それでは早速、ジャズギター100本ノック、70、今回で8本目ですね。あ、すいません、79本目ですね。今回はオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ストリートをやっていきたいと思います。こちらも黒本に載っておりますので、お持ちの方は見ながらやっていただくと分かりやすいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずキーは C ですね。で、1度メジャーから始まります。で、サンドセブン、 E7 ですね。で、4度メジャーもう一度サンドセブンに戻ってるような感じですかね。はい。で、そこがまあ2-5になってて、Bm7。で、ここ、フラット5と書かれてますけど、まあメロディー的にはこの、11に当たるところになってるので、まあテーマの時は11で弾いた方がぶつかりにくいかなと思います。ここでやっぱり半音でぶつかっちゃうので、このフラット5に弾いてしまうとですね。はい。で、で、この、6度マイナーから、2度セブンで2-5ですね。これはもう非常によく出てくる進行なので、馴染み深い進行かなと思います。で、その後3-6-2-5が1小節ごとに変わっているのでっていう感じですね。はい。まあ、こういうところアドリブがちょっと難しかったりするのかなと思いますけど、なんか真面目に弾こうとするとかなり大変な感じになりますけど、まあ、こういう場合は一個一個、まあ、追っていくのもいいんですけど、もうちょっと大きく捉えて、弾く方が楽かなと思います。はい。まあ、いろんな人のバージョンを聞いてみられると、そのあたりがよくわかるかなと思いますけど。はい。で、A の部分はもう一度そこを繰り返して、次サビに行きますね。サビが、これもよくある、ジャズでよくある転調ですけど、4度転調ですね。この F に、4度メジャーに転調してます。それの2-5Gm7Cm7 で、1度メジャーですね。で、次もこの1音上がった先の転調という感じですね。Am7D7、まあ、ここは最初の A の部分の、同じような感じで捉えてもいいかなと思います。はい。で、2-5で頭に戻りますね。はい。という感じで、もうかなりジャズの王道のコード進行という印象ですよね。はい。こんな感じで、オンダサニーサイドオブストリートをやっていきました。続いて100本の79本目ですね。もう少しで80本も、到達しますけど、これからまた録音したバージョンをアップしますので、そちらもお楽しみください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。